これ普通のお肉焼くのと同じぐらいの焼き加減で、トイレタウン牡鹿には3施設ございます。観光物産交流施設コッツと牡鹿半島ビジターセンターと牡鹿ホエールランド、この3つの施設が1つの屋根の下にある施設でございます。鮎川とクジラの関係昔からずっと続いておりまして、芸食文化がございます。で、漁に出て、でこちらで揚げて、でこちらで食べれるという形になっております。春先にはミンククジラで、春越えて夏過ぎてくるとチチクジラの量に切り替わっていきます。この辺りっていうのは観光名所というか、いろいろ遊んだりアクティビティというか、家族連れで楽しめることが多いんですか？そうですね、牡鹿半島には結構そのような場所が多くて、海水浴場も2つございますし、キャンプ場もございますし、結構1日かけて楽しんでいただけるかなと思います。まずホイールランドでクジラの勉強やと実際に資料などを見ていただいて、であとこちらコッツの方で実際にクジラを食べていただいてっていうのが、はい。鮎川という場所は牡鹿半島の先端になっておりまして、すごく景色もいい場所で、なので景色を楽しみつつドライブがてら牡鹿半島の先まで来て、とクジラのことを勉強してクジラを食べて過ごしていただけたらなと、はい、思います。